こんにちは、松本人国家ゴリラです。また YouTube で昔から見ていた大好きなダンサーの映像を見つけたので、今日はそちらをご紹介していこうと思います。ちょっとね、でも面白いんですよ、めちゃめちゃ。若干笑かしに来てるんじゃないかっていうぐらい面白いんで、ぜひ笑わないようにですねして見ていただければと思います。素晴らしいダンサーですよ、もちろん素晴らしいダンサーなんですけれども、若干これ日本でのガラコンサートなんですけど、お客さんを楽しませようとしてんのか笑わそうとしてんのか一緒に楽しみましょう。それでは絶対に笑ってはいけないランケデム、どうぞ。最初からどこがすごくてどこが面白なのかちょっと、僕なりにね、はい、行きましょう。ヴァディム・ピサレフは1965年にウクライナ・ドネツクで生まれた、その国で最も有名なバレエダンサーのうちの一人です。1983年にはキエフバレエ学校を卒業し、1984年から85年はボリショイバレエ、91年にはマリンスキーバレエで研鑽を積みました。コンクールでの受賞歴も輝かしく、前ソビエトバレエコンクールで金賞、ジャクソンコンクールで金賞など様々な賞を受賞していますし、ウクライナの人民芸術家、アメリカニューオーリンズとバルティモアの名誉市民、1995年にはユネスコからザ・ベストダンサー・オブ・ザ・ワールドという素晴らしい賞を授与されています。現在ではこの時一緒に踊っている奥さんと、キエフに初となる民間バレエ学校を開き精力的に活躍されていますし、息子のアンドレイ・ピサレフも様々なコンクールで入賞するなど、そのサラブレッドぶりを発揮しています。ただピサレフ先生についてインターネットで調べたところ、なぜかですねウィキペディアまでちょっと受けを狙いに来ているのか、他の人たちはこのようにニコライ・チスカリーゼやイーゴリ・ゼレンスキーと普通に出るのに、なぜかピサレフ先生だけ V ピサレフと、なんかちょっとなんでって思いますよね。そして、近年のピサレフ先生はだいぶふくよかになられております。それでは踊りの方を見ていきましょう最初から面白いんですよね、この足の出し方その後のここ音楽性いいんですけど、特大爆流ねしかも無駄だし早いしここなぜか足を出してからそってしてポーズで、お客さんにプレゼンテーションして謎にパクリを入れて、音より全然早くついてポーズみたいなこのポルドブラ美しく、このアッサンブルは素晴らしいですね。大きなグリッサード、そして高いグランバットマン、前のつま先しっかり伸びてます、軸足も開いてます、高いところで空中で5番に集まってグランプリエまで来ます。膝背中足首の負担すごいですが、筋肉が柔らかいんでしょうね、バネのように使って子孫沼でつなげます。でここ下の足がしっかり伸びて、手も同時に開いて前の足も開いてます。さすがこういうとこがクラシックでいいですね。そして大きなグリッサー、手も大きいです、ワイルドですがご愛嬌。そこから高い空中で集まるアッサンブレ、バネのように使って、素晴らしい。特別足がすごく綺麗ってわけではないですが、常にかかとが前っていう意識が見えますね。そしてここジャンピングタンジュですね
5番から床を吸ってとかじゃなくて、ジャンピングホップしての単純です。新しいこのピエタ素晴らしいですね。骨盤の位置がもうぴったり水平ですし、うん、素晴らしい。うん、前アティチュードなんですが、骨盤そしてこの肩のライン、すべてこう4つのスクエアが見えますね。だから安定感が素晴らしいです。そしてここからさらにパッセにして集めてくるという素晴らしい。そしてこのバランスですね。よほど嬉しかったんでしょうか。すぐ入してここ、はい、さっき出ましたね、ジャンピングタンジュからの深いプリエで、後ろパッセから下ろしてきても全く軸はずれません。素晴らしいピルエットが素晴らしいですね。大きなプリエから肩もずっと下がってます。ポーズがどんだけ変わっても軸はぶれません。左側に集めてくるから手を左側に寄せてるんでしょうか。より軸が強くなりますね。そして5番に集めてきて、クロワゼで綺麗に終わって、ここで終わっとけばエレガントなんですが、ここからガッサレフ先生、やっぱりもうここまで行かないと、ここまで行かないと綺麗に終わっても面白くない。素晴らしいです。もう海賊のアリみたいになってますけどね。素敵です。さあここからですよ。問題は移動でグリッサードしてるとか置いといて、このチェーンでだいぶ音に遅れてるんでどうすんのかなと思ったら、まさかの会話っていうね、演技をしちゃうっていう、これ丸々だって10手10手袖バスクとか丸々ワンフレーズカットしてまさかの演技をするっていうね、素晴らしいですよね。え、だってもうガラコンサートなんですよこれ。全幕、あ、でもそっか、全幕だったらそこまでバリエーション中に演技しなくてもわかるけど、ガラだからみたいなことなのかな。ガラだから作品をより伝えるためにあえてバリエーションに演技を入れてきたみたいな感じなんですかね。でもこれちょっと演技の内容ちょっと見てもらえます。皆さんにはどう見えるかも教えてほしいんですけど、多分これランケでもお金出せって言ってるんですよね。でパシャらしき人はこうお金ないと首振ってるんで、僕にはそんなお金ないって言うと、ランケデムがちょっと首振ってシーラネって言って行っちゃうんですよ。会話成り立ってないし、お金ないやつに用はないわみたいな、回っとくわ飛んどくわみたいな。で最後まさかの体操技、首振って、この切り替えの速さです。この10手マネージャー素晴らしいですよ。10手2回してこう飛んで方向を変えるんですね。体の方向を変えるってこう珍しい技ですね。フリオボッカもドンキでやってたりしますが、1,2 で変えます。素晴らしい躍動感ですね。かなり難しいテクニックだと思います。バリエーションの最後ですしね。そしてここはもう手をグーにして体操技して、すごいけど。でこれ最後何このポーズは。これアダージオの最後とかだったらわかるんですけど、あ、わかった。通常このシーンのこのバリエーションっていうのは、この奴隷市場の支配人であるランケデムが自分をイントロデュースするために、まあ踊るバリエーションでありまして、自分を紹介したりとかお金をこうせびるみたいな動きがあるんですけど、なのでこうバリエーションの最後もお金を受け取って見せたり、まあ普通に自分の得意なポーズをしたりなんですけど、このようにですね、女性に対して手を向けて、どうですかこの女性をっていう場合は、アダージオの最後とか一緒に踊ってる時に、この人のこと買いませんかってパシャにやったり、他の買い手に対してアピールするポーズなんですけれども、さっきこのパシャらしき人と交渉が決裂したっていう過去があるので、おそらくこれはですね、お客さんに向けてどうだこの娘買ってくださいっていうことをアピールしているんではなかろうかというふうに思いますね。ただ問題はこの場にグルナーラがいないっていう、だから誰を買えばいいのかちょっとこのわかんないけど、まあ多分そういう感じなんでしょうね。うん、お客さんをも舞台上のストーリーに引きずり込むというか、もうさすがピサレフ先生ですね。こう楽しませてやるぞっていう心がもうすごくて、自分自身が楽しんでらっしゃるのももちろんなんですし、テクニックが素晴らしいのももちろんなんですが、もうそれ以上にこうエンターテイナーとしてですね、ただじゃ返さねえぞっていうのがもう大好きすぎますね。何を隠そうゴリラ自身もまあこっち系のダンサーなので、いやー、でもちっちゃい頃から見せてますからね、やっぱこう影響を受けてるのかな。いやー、でも本当に素敵なダンサーであります。もう一個小話なんですけど、これが収録されているですねビデオに、ワジム・ピサレフ先生の紹介文が書いてあって、まあ、そこにこう数々の受賞歴とかどこ出身とかそういうことではなくてですね、ボリショイ劇場を3日間満員にしたって書いてあるんですよ。それ
それって別にピサレス先生の力ではありますけど、ピサレス先生一人の力じゃないだろうし、他に書くことたくさんあるだろうに、なんでそれ書いたんだろうって、まあちっちゃい頃からね、思ってましたけど。はい、今回はね、本当にこうチャーミングで素晴らしい。でも他の動画もね、YouTube にはあるんですけど、どの動画を見ても本当に楽しませてくれますし、素晴らしいテクニシャンで、ジャンプも高いし、ベルト強いし、スタイルもいいし、本当に愛嬌あるですね。愛されるダンサーだなと思います。ラブリーで、ファンタスティックでした。ありがとうございます。それではまた次回まで。これ笑わなかった人、すごいと思うわ、本当に。